2015年5月25日ですね。朝日新聞のこれは7面、国際面ですけれども、シリアで、シリアのパルミラという町で、イスラム国がそこの住民400人を殺害した、そういう話ですね。まあひどい話なんですけれども、400人も殺されたというこれは大事件ですけれども、日本の国内ではほとんど報道されてないですよね。まあ人の命の重さに変わりはない。みんな人間というのは平等で公平に扱われなければいけない。命の重さは一人一人どんな人も同じなんだという当たり前のことは口では言われるわけですけども、実際には大事な人と大事でない人が分けられていて、それらが差別を受けているというのが現状です。先日、後藤さんたちがイラクの人質、イラクじゃない、イスラム国の人質にされて結局は殺されてしまいましたけれども、その政府の対応について適切であったかどうかという審査会みたいのがあって適切だったというふうに言われてますけども、とんでもないと思いますよね。あの捕まっていた人たちがもし皇族だったらどうだったのか、リシャブ容疑者というのがテロの容疑で捕まえられていて、結局それを釈放すれば後藤さんたちを釈放すると言ってたんですよね。後藤さんを釈放すると言ってた。しかしそれをそのリシャウ容疑者を釈放しろという非常に強い働きが日本の政府からあったかというとないですよね。で結局どうなったかというと、その容疑者も死刑にされて、後藤さんも殺されてしまった。どっちの命も救えばよかったのにそれをしなかったですよね。日本の政府は本当に後藤さんたちを殺させてはならない、何が何でもその命を守らなければならないと思っていたとは到底思えないですよね。でなんでこういうことになるのか。あ、おはよう。あ、金曜日に休み通りに来たんです。おー、うちに来たんです、はい。あ、これ君に来たんですか。はい、おー、また。あ、なるほどね、気持ちなのね。ジョアさんです、はい。あー、ジョア、はい、はい、わかりました。おい、おい、おい、いらっしゃい。あ、ハガキ来てないです、まだ。まだ来てないね、最近。おかしいね。うん、一つちょっとおかしいね。こちら。それ作るかも。はい、この IS に対するイスラム国を存在させてはならないとする連合国というのは60何カ国もあるんですよ。まあ、アメリカを主体として、フランスとかイギリスとか、まあ、入ってないのが中国とロシアぐらいですか。その軍事力をトータルすればとんでもない強大な力があるにもかかわらず、いつまでたってもたったこの民兵組織を壊滅させることができない。それはできないんじゃなくてしようとしてないとしか思えないですよね。で私繰り返し言いますけれども、アメリカの軍人の非常にレベルの高い人、将軍だったと思いますけど、その人が今イスラム国を壊滅するのは時期尚早であってやるべきではないというような発言をしているんですね。イスラム国を存続させておいた方がいい、こういう野蛮な行為を続けさせておいた方がいいんだと言ってる。結局どういうことかということですね。それがそれによって得する人たちがいるということです。イスラエルがイスラム国を裏から支援しているという情報もあるんですよね。まあ、信じられないことなんですけども、ちゃんと根拠を示して報道されている。それを書いた西側のウェブサイトも存在するんですよね。ゴラン高原の中で、上手に間接的にイスラエルがイスラム国の利益になるような救助活動をやっている。
スラム、うん、そういう過激派の病人を治したりしてる。これによって結局何のためにあるかというと、結局はこういう争いが続いた方が得をする人たちがいる。どういう人たちかというと、いわゆる分散共同体の人たちなんだ。戦争が続いた方が武器を生産してそれを売ることができる。それによって金儲けできる人たちがいる。そのことについてですね、昨日英語の文献を読んでいて発見したんですけども、随分昔、1961年です。アイゼンハワー大統領というのがこの年に退任演説をするんですけども、その中でアメリカが軍産共同体というこれまで経験したことがない強大な力の影響を今受けている。その影響力というのは非常に大きくて、思想信条や政治の在り方にまで大きな影響を与えている。これは非常に危険な状況であって、このことに対して一般国民は注意深く冷静にその動向を見つめなければいけない。これによって思想がコントロールされ、事実が隠されるようなことがあってはならない。それは非常に危険なことなんだというふうに警告してるんですね。1961年ですから、随分昔です。しかし、結局その懸念していたことが現実になって、多分アイゼンハワー大統領が就任期間中に多分それを強く感じていたんでしょうね、すでに。軍産共同体というのが影響力を持っていて政治家を動かしたりしている。その流れの中でずっとこのもう半世紀時が流れて、強大な力を持っている。これはアメリカの軍産共同体だけではなくて、日本の社会も私は常に言ってますけど、日本の企業の影響力、企業と結局軍というのはこの場合自衛隊ですよね。自衛隊を挟んだ政治家や官僚たち、その共同体によってさまざまな事実が隠されたり、政治の方向がねじ曲げられたり、それが続いているんだというふうに思います。このアイゼンハワーの大統領の演説というものは、今我々がはっきり認識していかなければいけない問題なんだろう。はい、そういうふうに思います。今日はモーツァルトの魔笛の次第の変奏のバリエーションの3ですね。ここもゆっくりなんですけども、バリエーションの2が、ホッタンチョだったのが、シャープが1個になってホタンチョだったのがまた超超に戻りますね。しかし、テンポはゆっくりのままで、続きます。このモーツァルトの時代による演奏は楽譜によっていろいろ違うのがあるので、
数の学部を見てどれが正しいか、まあ、どれが多数派かというふうに考えたりするんですけども、まあ、難しいと思います。場合によっては自分がこの音の動きの方が自然だと思うことを選んでもいいんだと思うんですけどね。どうでもいいですね。このままでいいんだね。もう楽によってはと書いてあるんだね。聞こえるように弾くべきだというふうに私は思っています。今日はこれくらいにしておきます。